はい、皆さんこんにちは、タツです。今日はですね、ここのねジョージアバーテミのですね、不動産物件についてちょっとご紹介をしていただきたいなと思ってます。一部ちょっとね YouTube のコメントなんかで住宅販売の物件について知りたいんですけどっていうコメントあったんですよ。でちょっとそれ見てね、あ、これ面白いなと思ったので、それがビデオで撮影できないかなっていうことでいろんな会社に交渉してみました。はい、ということでね、ジョージアバーテミって一番大きな会社ですね。ここに向上しまして撮影することを成功しましたので、皆さんにお伝えしたいと思ってます。はい、ここに住むためにですね、一番必要なのがですね、やっぱり住宅ですよね。まあ、私が一番ですね撮影したかったのがこの廃盤販売物件だったんですよ。賃貸の物件っていうのはやってる人がねちょこちょこいるので、販売物件の部屋ですね、ここをね皆さんに情報としてねお伝えしたいと思います。クリア。海に来ました。久しぶりです。一番向こうに見えるのが、今回お部屋を紹介させていただいた大尾になりますということですね。あとご飯食べるよ、キンカリ食べるよ。これじゃ眠い。キンカリ食べようのやつだよね。お、クリちゃん撮ってんの？ママ撮ってあげてんの？写真。はいはい。あと何食べる？キンカリ食べた。キンカリ食べたいの？うん。今やっぱ10月なんでね、人が、ね、いなくなりました。ちょうど夏の季節はね、すごく人がね、たくさんね、ここに来てたんですけど、ちょうどいい感じですね。まあ、居心地のいいバーテミ海岸になってます。今、オービシティの前に来ましたよ。ということでね、今回ね、皆さんにお見せしたお部屋というのがですね、あちらの後ろのね、2つの建物ですね、ありますね。今回ですね、ご紹介します2つの部屋がですね、あそこにあります。パノラマビューのね、あるのはですね、ちょうど正面側になりますね、後ろので、ちょうどね、海なんかがね、全部一望できる場所ですね。で、もう1つのね、部屋の方がですね、ちょうど2つのビルがある間のところのですね、奥に入ったところの、部屋になります。そこのワンルームのお部屋になります。すごくね、ロケーションいいですね。ちょうどね、ビーチからですね、本当に100メーターから150メーターぐらいの位置にある場所です。ちょっと真面目に今日やっちゃったんですけどね、いつもこんな真面目じゃないんですけど。ということで、ちょっとね、こんな感じですね。後ろ見えますね、オービシティです。建設中です。で、ちょうど建物2つの間に、カジノとかですね、ショッピングセンターとか、パーキングとかね、そういったものを今作ってるようです。ということで、販売自体はですね、建設中の状態からもう販売してるそうです。おお、あ、私知り、あ、うん、パパイチ、あ、パパしなさい。パパイチグロース、パニャンタ。タちゃん、レッツ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 ゴー。またシリストってやつ。好きです。いざ始めた。建物の前まで来てます。これからですね、今から、この部屋の中をですね、すべて、案内したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ということで今ですねちょうど部屋の方までね、進んでおります。はい、こんな感じでね結構綺麗な、マンションになりますね。トイレもねこんな風に、併設されていますね。ということでちょっとね先に、行ってみます。1階にですねエレベーターが、6台ありますね。こんな感じですね。ちょうど今から見る、お部屋というのがですね36階の、部屋になりますね。では、向かいます。はい、その途中もですねかなりあの高級な感じの、フロアになってますね。こんな感じですね。すごくね重厚な感じですね。ではこちらのお部屋に今入ります。ちょっとねこちらワンルームのですねお部屋みたいですね。はい、このワンルームの部屋こんな感じですね。今ちょっと映しているところが、まあ、こんな感じになります。いろいろあの部屋のですね各所いろんなところをちょっとチェックしてみたいと思います。はい、まずここがですね、調理をする場所ですよね。キッチン部分ですね。こちら水道ですね。シンクがすごく綺麗です。全て新品ですね。まあ、こんな感じで、作ってあります。で色がこうバックがブルーでですね、綺麗です。で全部ちょっとチェックをしていきましょう。いろんな部分ですね。こんな感じですね。でこれがはい、冷蔵庫です。冷蔵庫がですね、小型冷蔵庫が、搭載されています。でこの中に、物がですね入れられるようになってますね。引き出しですよね。引き出し、まあそんなものがありますね。結構ねちゃんとしてますね作りは。はい、ここにですね大きなベッドがあります。綺麗ですね。すごいホテルみたいです。はい、でここにですね、テレビが設置してありますね。椅子がねこのように綺麗な椅子2台設置してあります。あとは白いテーブルですね。ここにですね一人用のソファー設置されてます。はい、でですねちっちゃいスモールベッドもねこんな風に、付属してます。でスモールベッドがあって、その横にですね、大きなサイズの、ベッドがありますね。はい、スモールベッドも十分大きいですね。十分だと思います。ということで、実際寝れるのが3人ですね、ここは。で、あとこういうね、間接照明みたいなものもありますね。あとこちらがですね、エアコンディショナーですね。結構大きなのついてますね。これであればね、まあ、夏の暑い季節でも結構涼しいんじゃないでしょうか。はい、あとこちらに、照明1台ありますね。でベッドの周りはですね、4つのですね照明がありますね。1、2で向こうに、また下にあって上にあるということで4つですね。で上に鏡が、設置されていて結構おしゃれですね。カーペットというかね、絨毯が一応敷かれているような感じで結構綺麗ですね。はい、こんな感じです。下から行くとねこんな感じですね。結構綺麗ですね。で、今カーテンをね閉めた状態なんですけどもかなり綺麗です。はい、では次にですねバスルームに行ってみたいと思います。電気をつけると明るいですね。で清潔感のある、こんな、ね、感じの、フロアがね、石でできてますね。かなり重厚な床になりますね。もう本当にホテルみたいですね。感じがかなり綺麗です。一番重要なトイレですね。でトイレもね、下からこうね浮いてるタイプですよね。掃除しやすいような構造になってます。上にですね、このタンクがありますよね。まあ、温水タンクですね。これがあります。はい、あとですね下
ここは収納棚ですね。この中にいろんなものが収められます。次はですね、こちらシャワー室ですね、シャワー室こんな感じですね。はい、結構ねかなり しっかりしてますね。ちょっと開けてみますね。よいしょ。はい、ここもね、あの作りがすごくしっかりしてますね。すべて周りはタイルというか、まあ、石でできてますね。かなり重厚な作りです。で清潔感がねかなりありますね。安っぽさは全くないですね。結構高級感のある、こんな感じですね。で次にですね、ちょっとねベランダの方のね状況を見てみたいと思います。眺めがね最高ですね。皆さん見てください。ジョージア・バトミのですね黒海が、見渡せますね。海が青いですね。で晴れた日にはですねこんな風に青い海が見えます。でここは販売物件なんでね、日本人の皆さんもあのこちらで買うことができます。はい。で私はですね今こちらのジョージア・バトミでですね、不動産のですねエージェントやってます。場所的にはですねそうですね、あのアメリカのラスベガスみたいなね、あのそんな雰囲気ありますね。ここはあのネオンがすごくあったり海が近かったり、すごくねあの過ごしやすい場所です。ということで私も今ここに、約10ヶ月半ぐらい住んでます。次の部屋にねちょっと移っていきたいと思います。3601号室ですね、こちらのお部屋に今から入ります。はい、すごいです。ここは海のですねちょっと海岸の真向かいの部屋ですね。こんな感じですね。ということで部屋もですねこちらもワンルームの部屋になってます。はい、ということでね、こんな感じですね。この大きなベッド、マットレスですね、テレビですね、テレビがあって、ここに、シンクがありますね。ちょうど黒海に面した、海岸側ですね、下がですね、ちょうどですね通りになってますね。素晴らしい場所です。もう部屋から、黒海が見渡せます。まあ、こんな感じですね。